武道ゼック、飢えて休止するとも金一両は必ず肌につけておくべし武士のたしなみなり父は生前よくそう言っていた三毛八郎は今金一両と四五枚の銭を手にして父の言葉を思い出しながら我知らず問息をついた貸しても渡船の水は汲まず 貧にして餓死するはむしろ武士の本会なり。これも父の言葉である。だからこの家ではどんな困ったことがあっても吐息をつくなどということはかつてなかった。クリアでことことまな板の音をさせていた妹のカヨは珍しい兄の吐息を聞いて、お兄様、どうか遊ばしまして、と声をかけた。 んいや、なんでもない。腹が空いたのでご馳走を待ちかねているところだ。まあいや、このナマスができるとすぐですわ。もうしばらく我慢を遊ばせ。ではおひなさまへ明かりでもあげるか。三木八郎は金をしまって立ち上がった。ひどい貧乏の中に、 たった一組だけ残った代理びなと、立花、桜、ぼんぼりが二つという寂しいひな壇に明かりを入れる。昔を思うと夢のようだ。七百石、おやり奉行まで務めた家柄とて、十五条の間を半ばしめた豪華なひな壇。謹慎、自由を集めて、酔い節句を祝った当時に比べると、 本当に夢のような変わりようである兄弟の父村松正太夫が老職と意見の衝突をして小笠原島の神を退信してから15年二君にまみえずと言って製品のうちに父は死し母も5年以前に父を追っていったそれから今日まで三木八郎は兄弟の運命を開拓するために 新職を忘れて活躍してきたが、カジハ一刀流免許改伝の腕前も、士官の道がなくては役に立たず。まあ、どうにかなるだろう。いくらせいても相手のない相撲は取れぬと、父とは反対にしごくのんびりと構えていたが、ついにどうにもならず今宵に及んだ。言葉通り、実際もうどうにもならぬのだ。 今夜はひな祭りの酔いゼックで、少しばかりの地層を整えたが、それは兄弟の最後の晩餐のつもりである。夜半になったら妹を刺し、自分も吐服して潔く酔を地層と覚悟していた。はい、お待ちどうさまでした。かよが支度のできた食膳を運んできた。今日は二人とも、 久方ぶりで風呂を浴び、かよは貧しいながら、髪化粧をしている。乙女十九。幸い薄く育ったが、備わった品位と美しさは兄の目にも惚れ惚れするくらいだった。今宵の主はお前。さあ、酌をしてあげよう。三木八郎は白酒の瓶を取った。 嫌ですわ、そんな。どうぞ、お兄様からお先に。ミキの祝いは単語。今夜はお前のお商売だ。遠慮することはない。さあ。では。カヨは恥じらいながら河原家を手にした。丹後と言ったが、開けるを股で死ぬ二人である。貧乏の中にも、 兄に頼り切っているかよが、何も知らずに軽くむせながら白酒をすする姿。かわいそうに、思わず胸へ熱いものが突き上げてきた。まあ、お兄様。かよは兄の悲しげな顔つきを認めて、どうしたのかと不審そうに。今日はどうか遊ばしたのではございませんの なんだかとてもお悲しそうに見えますけれど。そんなバカなことがあるか。三木八郎は慌てて打ち消したが、しかし何も知らせずに死なすより、いっそべてを話して、武士の娘らしく自害させる方が本当ではあるまいか、とも考えたので、実はかよ、お前に話がある。 はい、今宵の祝いはな言いかけた時だった間近の戸外にあたって突然激しい人の足音と「えいえい!えい」引きちぎるような切迫した掛け声が聞こえ「カッカと剣の触れ合う音さえする三木八郎は手を伸ばして体験をひつかむと「かよ」 明かりを見せろそう言って立ったそこは浅草天皇閻魔の裏手にあたり老宅は空き地外れの竹藪の中にある雨戸を開けて出た三木八郎後ろからかよが差し出す明かりに透かしてみると藪の前のところで七八名の武士が一人の若侍を中に取り詰めている。 危ないお兄様かよの叫びを背に、三木八郎は裾を翻してその場へ駆けつけた。物申す果たし合いかた正しは喧嘩か声をかけると、取り囲まれた若侍が。いや、闇討ちをかけられました。ご、ご女性を。ご活性を。悲痛に叫んだ。 心得た。女性するぞ。答えて出る。右にいた二人が。ねえスローに邪魔するな。構わぬ。そやつも切り捨てろ。わめきながら、サりとは無謀な。相手の腕を確かめもせず、いきなりダッと切りつけた。三木八郎は、避けもしなかった。バカ者、ま、という絶叫とともに、 きらり体験が空を切ったと思うと、二人の傍観は、うっうっもろ声に悲鳴を上げながら消し飛んだ。そして三木八郎は跳躍しつつ、若侍を取り囲む一刀の背後へ、野良犬ども、一人も逃さんぞとしっこして切り込んだ。宝の持ち腐れであった梶ジ一刀流。 しかも今宵は死ぬと覚悟がついているから、その勢いの凄まじさは全く奇心とも言うべく、峰打ちではあるが、たちまち四五人バタバタと打ち倒した。とても敵する相手ではないと見たのであろう。手強いぞ引け引き上げろ頭文らしい一人が叫ぶと、残った者たちはさっと闇の中へ逃げ散っていった。 三木八郎はそれでも油断せず、しばらくは辺りの様子をうかがっていたが、もう不意打ちをかけるものもなしと見届けたので、もうようござろうと振り返る。と赤侍はそこに倒れて失神していた。抱き起こしてみると、左の肩口をしたたか切られている。 しかし多少出血がひどいというだけで致命傷ではない気の緩みで失神したな三木八郎は剣を収めると若侍を抱き上げて老宅の方へ戻った門口に明かりを差し付けながら震えていたかよはお兄様おけがは俺は大丈夫だがこの人が傷をしている 手当てをするから湯を沸かしてくれはいそれから清潔な布と巻き木綿があったはずだなそれから金草薬をはい三木八郎は若侍を座敷へ運んでかよに手伝わせながら手負いの着物を引き裂いて傷を改め沸かした温湯で拭い始めたその痛みで気づいたのだろう うっ低くうめいて目を開いた若侍は「おっは春江、春江と苦しげに叫んで起き上がろうとする動いてはいかん静かに「春江をあ春江が切られる早く早く助けて妹妹 しっかりなされ。それはどういうわけだ三木八郎が耳元で叫ぶと、若侍はようやくはっきり冷めたらしく、いきなり三木八郎の手をつかんで。妹をお助けください。妹も彼らに斬られます。どうぞ早く。茅寺の茅の木。そこまで言うと、若侍は再びっくりと気絶してしまった。 妹が殺される。この一言が三毛八郎を立たせた。かよ、この人を頼む。出掛けに医者を呼んでいくから、しっかりと預かるのだぞ。はい。お前も武士の娘だ。見苦しい振る舞いはすまい。行ってくるぞ。言い捨てて三毛八郎は外へ。かや寺というのは俗称で、 本当は昇格寺といって黒船町にあり、境内に茅の巨木があるところからそう呼ばれている。三木八郎は医者を頼んだその足で、宙を飛ぶように昇格寺へ駆けつけた。山門を入るとすぐ昇楼、そこを北条の方へ曲がると、右手に有名な茅の木が立っている。その木陰に男女二人の影を見つけたので、 間に合ったとほっとしながら近寄り、失礼ながら行為を得る。声をかけて近寄った。相手は武家の娘とその下僕らしい老人。不意に現れた三木八郎を見ると、きっと身構えをしながら後ろへ下がった。こっちは気がせいているから、思いがけぬ事情にて、そこもとのお兄上と会いましたが、 ここにいては危ないと申される。すぐ拙者の家までお運びなさるよう。さあ、早くせぬと癖者が参ります。なおもそばへ寄ってせき立てようとすると、下僕が血相を変えて立ちふさがった。ええ、夜な、そんなうまいことを言って、貴様は丹左門の一味であろう。お嬢様、じがここを引き受けますで、ね。 あなた様は早くお逃げなされませ。ん。馬鹿なことを申せ。拙者は今。ええー、言うな。一徹者と見えて下僕はいきなり腰の木刀で打ってかかった。誤解である。しかし、どう言いとくすべもない。これ、乱暴するな。来てみればわかる。 お嬢様早く、お逃げなされませ。ん。必死に打ちかかりながら叫ぶ。娘がその声に励まされて、二三軒走り出したとき、暗がりから現れた五六名の武士、いずれも覆面したのがぐるりと娘を取り巻いた。あれ、爺。や。悲鳴を上げて逃げようとするのを、一人がぐっと引っかかえる。 残り四五人はこっちへ走ってきて、切ってしまえと抜き連れて取り囲んだ。三木八郎は今娘の悲鳴を聞いたので、しまったと助けに行こうとするが、下僕の勢いが案外に鋭く、右へ左へあしらっているうちに、この始末だから、もうこれまでと体験を抜いて、よし来い聖者を決めるは剣一本 後悔するな叫ぶとともに、えいや猛然と踏み込んだ。相手はしばらく支えていたが、そのうちにパッと四方へ逃げ去ってしまう。三木八郎はダットのように、娘の悲鳴の聞こえた方へ走っていったが、そこにはすでに人の影もない。チェ、しまった。 もそぞろに境内を走り回ったけれど早くもくせ者たちは娘をさらって逃げたらしいどこにも一人の姿も見つからなかった己お嬢様はどこへやった下僕の老人が凶器のように詰め寄ってくる三毛八郎はその手をつかんで引き寄せえ沈、え、まれ その方が勘違いをしたばかりに、頼まれてきたのが空になった。今こそ言うが、その方の主人は切られたのだぞ。え、わ、若旦那様が。命には別状ないが、今拙者の家で手当てをしているところだ。真意のほどは来てみればわかる。それでもお嬢様の心情が。 いや、さらってゆくからはすぐに切ることもあるまい。死祭を聞いた上で拙者がどうにも痛そう。とにかく参れ。三木八郎は下僕を促して帰った。老宅では医者の手当てを受けてすっかり元気を取り戻した若侍が、かよのこしらえたぬるがいをすすっているところだった。下僕は狂気して、 ほとんど泣きながら「若旦那様あなたはまあ」とすり寄った「じいか春枝はどうしたそれは拙者が申し上げよう」三木八郎がそばから四十を話して「と申すわけでこの老人の誤解とは言いながら妹号をやみやみ敵手に奪われ何とも申し訳がござらぬ」 ついては今宵のことの死災、とくとお話しくださらぬか。拙者身に変えても必ず妹号をお救い申し上げるが。かたじけのうござる。お言葉に甘え何もかもお話申す。お聞きください。若侍は膝を正して語り出した。彼の名は山形銀の城という。 大垣の石川備前守家臣で父を嘉右門と言い,い、五百国で国元勘定役を務めていた。同じ家中に剣術指南役で金丸丹左衛門という者がいて、これが銀之丞の妹春枝を嫁に望んできたが、よからぬ人物なので断ったところ、無法な金丸は、 他にも不守備なことがあって大垣藩にいられなくなった時のこと嘉右衛門が主君から預かっていた菊一文字の探検を盗んで蓄電したその探検は石川家の重宝であるため嘉右衛門は役目の落ち度として平門を申し付けられ3年以内に取り戻せばお咎めなしもしそれができなかった場合には切腹という言命が下った。 そこで銀之丞は妹と下僕六兵衛を連れて大垣を立ち退き諸国を回ること二年夕飯江戸へ出てからもすでに六十四日を費やしたが深苦観難の甲斐あって金丸丹左衛門が赤星丹左衛門と変名浅草鳥越に剣術至難の道場を開いていることを突き止めた右の次第にて 今日妹と六兵衛を茅寺に待たせておき、拙者一人にて道場へ乗り込みましたところ、帰って三十四名の門人たちに取り囲まれ、危なくここまで逃げ延びて参ったのです。そうであったか。三木八郎は低く嘆き声を上げた。自分たち兄弟こそ悲運のものと思っていたのに、ここにもまた 悲しい運命の兄弟が命を落として生きているのだ赤星丹左衛門確かにおりますな無念流の達者で鬼の丹座と評判は聞いているよし山形氏ご安心なされい妹後は三木八郎が確かにお救い申すぞしかし相手は大勢の門人もおり 何の邪悪の剣が何千あろうと、正しき武道を持って望むに何の恐れることがあろう実月我が上にあり。三木八郎は決然と立った。赤星丹左衛門は、離れの広間で門人二十五人を相手に、満月の主演を張っていた。彼の傍らには、 銀の尋の妹春江が後ろ手に縛られて崩れボタンのように生めかしく打ち伏している差し伸ばされた雪のようなうなじにかかる遅れ毛唇を食いしばって背けた横顔の美しさ今の丹左衛門にとってこれ以上の魚はなかった夢にまで見た理科医師 こう、やすやすと手に入ろうとは思わなかった。丹沢は、にやり娘へ一別くれながら、束さんだ腰の探検をポンと叩いて。それもこの気球一文字のご意訳よ。さすがに名刀の徳は争われる。今宵は酔いゼックでもあり、三年の祝願も叶い、吉瑞一時に至るというものだ。 みんな愉快に思う存分やってくれ。そう言ってかかと大笑いした時である。広宴に面した障子がさっと開いて、花びらを散らしながら一枝の満開の桃が丹左衛門の前へ風を切って飛んできた。その理解一志、こっちへもらうぞ。ニョイゼックの祝いには桃をやる。不服はあるまい。 しっこしながら入ってきた三木八郎。たすき、汗止め、袴の桃立ちをしっかりととって、愛犬金光二尺八寸を右手に呆然と突き立った。貧に窮して自殺する命。銀の城兄弟のために捨てるのは覚悟の上だ。今日まで世に出る機会もなく。 屈指に屈していた英気が今こそ本流のごとく切って離されたのだ。あ天皇裏のスロー人だ門人の一人が叫んで、抜き打ちに切ってかかるやつを引っ外しておいて、えい逆動をしたたか切り離す。ガラガラ食材と全部を踏み砕きながら、悲鳴とともに転倒するのを見て、やった どうぜ物をわっと一座は総立ちになった荒道場と名うての面々酒の勢いもある23本の白人がだといっときに殺到する心得たそれ三木八郎は右へ大きく跳躍したが途端に足を返して「いやえい 一戦また一戦うぅが真っ向と桧原を存分に切られて二人の体がマリのように飛ぶと見た次の刹那には三木八郎の体は左手の一段の真っただ中へええ飛と切り込んでいた丹左衛門は葬身の振る激怒に襲われていた立ち向かっていく門人が まるで草をなぐようにバタバタ切り伏せられる。しかもな一と、急所を外さずズバッ、ズバッとやられるのだ。その殺気のすさまじさと立ちさばきの正確さ。自分もできるだけに丹左衛門は無情の恥ずかしめを受ける気持ちだった。皆引け皆手を引け わめいて立った短座三尺一寸無反りというまるで天秤棒のような教頭を抜いて「そいつは俺がやってやる人を斬るのはこうするのだ見ておけ!」と言いながら進み出た。門人たちはすでに十八人を斬られて闘志を失っていたところだから丹三の声を聞くまでもなく広縁の方へ引いた。 三毛八郎は娘のいる床の間を背に呼吸を整えながら、ほう、人の切り方を教えてくれるか鬼の丹座の無念流。どう切るかしかと拝見しよう。さあ、ぐっと体験を差し出す。その方下た、忘れるな。行くぞ。おう。丹座は冗談にとった。 三毛八郎は聖願。さすがに門人たちとは段違い。無反りの教頭は満々たる殺気を含んで一撃断鉄の木を狙っている。しかし勝負は一瞬にして消した。切れる。と思った三木八郎が聖願の小手をつと右へ外すのと丹座が大きく踏み出しながら、うん、よっ 絶叫して切り下ろすのとほとんど同時。あっと見た刹那。三木八郎は右へ体を開いていたし、丹沢は切り下ろした体勢のまま、だっと床の間へのめっていって、掛け軸を右手に引きむしりながら、まるで濡れ雑巾のように崩れ落ちる。半ば切り離された首根からほとばしり出る鮮血が、もみしだかれた掛け軸の白を、 鮮やかな紅に染めていった。菊一文字の探検と春江を助けて三木八郎が道場を出る足早に四五軒行くとお兄様。声をかけながら向こうから妹の佳代が走ってきた佳代ではないかどうした山形様もご一緒に。 というところへ、老木六平が付き添って籠が来た。中から半身を乗り出すようにして、村松氏、ご無事かと銀の城。見るより春江は走り寄って、兄上様。おお春江、そなたも無事でか村松様のおかげで、菊一文字のお刀も、 取り戻すことができましたおお<う>妹の肩を抱き寄せた銀之丞万感を僧帽に込めて無言のまま三木八郎の顔を仰ぎ見るばかりどんなに嬉しいか三木八郎にはよくわかる父の命を懸けた3年の真句が報われたのだ兄弟そろって 今こそ晴れ晴れと故郷へ帰れるのだ。探検をお渡し申す。差し出すのを受け取った銀之丞は鞘を払って改めたが、確かに、確かに聞く一文字。これで父の命も助かり、山形の加盟も相立ちます。村松二、お礼は申し上げぬ。 ただ拙者の胸中お察し下され。お察し申す。礼などは元より優に及ばぬ。これも皆貴殿ご兄弟の行進を武道の神が守られたのであろう。執着に存ずる。ただ書くの通り。籠の中で銀之丞が抵当すれば妹春江もまた。 白い手を地についてすすり上げて。各本網を足した上は、一時も早く故郷へ立ち返り、父をも安堵させ、殿の御意をも安全とうござる。まことに礼を知らぬ致し方ではござるが、ここでお別れ申します。しかし、この夜中では。いや、夜中ながら、もはや一刻も惜しく。 また丹左衛門の件について貴殿にご迷惑がかかってはなりません。これより江戸屋敷へ参って始末のことを頼み、すぐ国元へ出立つつかまつります。なるほど、お心せくのも同理。では、途中気をつけて。お傷を大切に。そばからかよも名残惜しげに言った。 はるえはたまらなくなったのであろう、いきなりかよの胸へすがりついて、あなたのお兄様のおかげで、兄も私も命拾いをいたしました。たとえ遠く離れても、このご恩は決して忘れませぬ。そんなことはお案じなさいますな。それよりどうぞ、銀之丞様を大事に。 あなたもお兄様をどうぞお大切に。互いにいたわり合う乙女心の和やかな優しさがこの殺伐な場面に一脈の色彩を添えるかに見えた。さらば必ずまたお目にかかりましょうぞ。別れゆく籠の中から銀の嬢が意味ありげに言葉を残した。三木八郎とカヨは それを見送っってから家へ帰った夜はすっかり老けてろうたくを取り巻く藪がさやさやと静かに風の音を立てている「ヨイゼックの地層が思わぬことですっかり邪魔をされたお前もお腹がすいたであろうミキもペコペコだぞ」でも嬉しそうでしたことねうん。 三木八郎は吐息をついた。あの兄弟には再び春が巡ってきた。しかし自分たちの運命は依然として動かない。やはり妹を刺して自殺するより他に道はないのだ。ではご馳走のやり直しをいたしましょう。そう言って立ち上がったカヨは、ふと足元に 紫色のふくさずみが落ちているのを見つけた。あら、こんなものが。なんだ。うちのではございませんわね。拾い上げたふくさずみの下から一通の手紙が現れた。取ってみると、村松殿、銀の城より、としたためてある。 まあ、お兄様、山形様のお手紙が添えてございますわ。見せてくれ。取る手を祖師と開いてみると、今宵のこと、お礼の言葉もありません。別方の金座は旅費の残り。失礼ながら寸使としてお受け取りください。申し上げては、かえってご受納くださらぬと存じ。 だぶしつけながらそっと置いてまいります。お心おきなくお使い捨てください。なお帰国の上は藩へご水気をつかまつります。この度のご尽力、必ずご出世の道となりましょう。はばかりながら吉報をお待ちください。取り急ぐまま以上。と読むなり、ふくさ包みを開けてみると、 中から出てきたのは金須百両おお三毛八郎は思わず声を上げた佳代も手紙を走り読みして「お兄様いよいよご出世の時が参りました長いご苦労の報われる時が参りましたのねお前もそう思うか 山形様にして差し上げたことは別ですわ。でも今夜こそお兄様の本当の腕前が認められたんです。明日になれば江戸中に村松三木八郎の名が知れることでしょう。そうだ、鬼の短冊以下十八名を切った剣士。村松三木八郎の名は一夜にして江戸市中の評判になるだろう。 良いよいゼックだった。なあ、かよ。明日はこれで十分に祝おうぞ。三木八郎は晴れ晴れと百両を投げ出した。急すれば通ず。村松兄弟の前にも今こそ輝かしい道が開けた。